はいどうも。はいどうも。皆さんね、今日は深夜なんですんで、まあ、ちょっとね、なんかこううんちとかじゃなくて、なんかもっとね、なんかこう静かに大人の話をしていきたいなと思いますね。はい。もう静かに静かに大人の話にね、大人の私を見せていきたいですね。うんちでうんち。ということでね、今日もやっていきましょう。盛大な振りにね、答えていただき、どうもありがとうございます。ちょっと待って、窓開いてるかも。開いてなかった。セーフ。セーフです。セーフ。セーフ。近くでうんちって聞こえました？マジっすか？こんな深夜にうんちって叫んでるやつがいるんすか？北海道に行く予定あるか？あ、実はね、あるよ俺。出張で行くかも。てか5月に福岡か北海道か沖縄、まあ全部かもしんないけど行くから予定はあるよ。ないことはありません。名古屋はないっすね。名古屋はないっすね。名古屋はないっす。お前いつも名古屋スルーするようになってる。どういうこと？名古屋スルーって何？別に俺そんな名古屋に恨みたいからね俺。別に。大丈夫ですよ。そんな名古屋に恨みないですから。名古屋の民は安心してね、私の放送を見てください。よっしゃー。埼玉来て。埼玉とか何があんの？何があんの？何があるんすか？いや、はって。いや、埼玉とかもうマジで、なんか無個性？なんかもう無個性だわ。なんかもう何のいいところもない。なんか、田舎でもないし、都会でもないし、なんかもう何もないし、なんかこう、もう無個性。徳島以下。もう徳島以下だね。正直、あ、俺から言わせてみればね。俺から言わせてもらえれば徳島以下だね。はい。俺から言わせてみればね。城ヶ崎姉妹の出身地。あ、ということでね、今のね、取り下げさせていただきます。先ほどの私の発言を取り下げさせていただきます。素晴らしいですね、埼玉。城ヶ崎がいるならそれだけで価値がいる。ある。城ヶ崎がいるならね、流行って。いや、私もこうやってね、くる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 手のひら返していきますよ。もう社会でもそうなんでね。やっぱりね、こうね、有利な方についていかないと。ね、手のひら返しなんて基本ですよ。社会人ですからね。世渡り上手にやっていかないといけないですよ、皆さん。クルル？何クルルって。嫁さんにピアノを教わらないのか？まぁ、ちょっとそれは、ちょっとね。教わってないとは言ってないですよ、俺は。よし。甲子園優勝校でマスクかぶってたクルル、そんなわけねえだろ。そんなわけねえだろ。どんなやつだよあいつは。どんな嘘だよそれ。
甲子園優勝校、あの人大阪だよね。大阪桐蔭の、まさか正捕手、あいつ。まさかあいつ大阪桐蔭の正捕手。来るる大阪桐蔭の正捕手説。ニークラ忘れるなって。ニークラってパワプロのニークラのこと。何ニークラって、うん、お前いい加減にしろよ。 何がよ。俺何で怒られてんの。履正社、あ、履正社、履正社の先生なんかウケるわ。あの人の出身履正社なのなんかウケるわ。あ、甲子園の正捕手ってあれ？パワープロのこと？もしかして。めっちゃ俺今ゲージじゃん。俺今ゲージじゃん。いや、遅いって。いやいや。いや、しょうもない、そういうの言うからでしょ。いるか？今のコメント。クソ面白くもない今のコメントいるか。俺のこいつが悪くない。この面白くないクソ面白くもない意味ないコメントしたこいつが悪くない。クソ面白くもないわ本当に。ちょっとうまいこと言ってやったぜみたいな感が出てるし。延長しとこう。ムカつくから6時間。俺のせいでいいよ。じゃあお前のせいだ。帰ってくれ。今すぐ帰ってくれ。今すぐ帰ってくれないか。もうなんで三段が出ねえんだよ。コントローラー黄色かよ。ちょっと変えてみました。どうですか私の色は。黄色は。どうですか。いや臭そうって。まあ臭いっすよ。だって臭いっすもん実際ね。だから今のなんで入れねえんだよ。おかしくね。ベベベベンベンベベンベベン。そこ3打で入るのやめたんじゃねえのかって。誰もそんなこと言ってねえだろお前。なんだお前は。なんだこいつは。なんでこいつ切れてんだよ。マジ切れた俺も。切れる若者。またコメントに切れる若者が現れた。本当に。お願いバトラーさん許してください。おお、しゃあねえな。切れたナイフ。切れたいつになっても情けないほどダメなやつだったよ。今宵ダンスとともに。知ってるか今の歌。若いやつ刻めよ今の歌を。知らんお前ら。本当にジェネレーションギャップを感じるよお前らとは。鈴木亜美奈全然違うよ。全然違う。
全然違う、全然違うぞお前、ドヤ顔で言ってるけど。香原朋美違うよ、浜崎あゆみじゃないよ、軟式グローブだよ。 V6 が出てた。あ、今ごめん、ジャニーズの話はまずい。今ジャニーズの話はまずい、今ジャニーズの話はまずい。てか思うんだけどさ、もう山口くん許してやれよと思わない？なんであんなにかわいそうだよ山口くん。あのメンバー一人一人呼ぶ見た？ニュース、みんなメンバー一人一人呼ぶところ、まあんとこもクソかわいそうだった。もう許してやれよと思ったけどな。てかなんでさ、思ったんだけど、なんで芸能人ってさ、あの世間に謝んなきゃいけないの？あ、なんで謝んなきゃいけないのあれ。別に俺、山口くんが別に悪くないって言ってるわけじゃないけど、なんであんな世間に謝んなきゃいけないのかね。だってそんな、その子、そのね、女子高生と親に謝ればいいじゃん。なんで世間に謝んなきゃいけないのって。芸能人としての責任？世間を金に変えてる仕事？ちょっとわかん、ちょっと何言ってるかわかんないです。お前もしかして羨ましいと思ってる？いや、羨ましいとかではなくて、てか、マジ女子高生がムカつくわ。もうほいほいお前がついてったんだろ、ボケが。おい、おめえがついていって何が被害は？マジでじゃ、いやいや、もうなんかもう、そういう女、そういうところ、そういう女のところが嫌いなんだよ、俺は。いつでも被害者ぶりやがって。自分が悪い。は？お前も悪いだろ。山口くん謝罪してんだ。お前も謝罪しろって思わねえか？いや、俺思うね。いや、私も、ホイホイついて行ってしまって、このような騒ぎを起こしてしまって、申し訳ございませんでしたって、一緒に謝るべきじゃないか？なんで完全に被害者面なの？と俺思うけどね。いや、完全になんかレイプしたとかだったらあれだよ。あの、なんか、普通にいるところを、なんか、山口が普通に飯食ってて、隣で飯、女子高生飯食ってて、いきなりレイプしたとかだったら、まだ全然話は違うけど、同意して、家までホイホイついてきてでしょ？って思うけどね、俺は。思わないっすか、みんな。俺だけ？これ。え、これ俺だけなの？もしかして。あ、俺だけ？いや、俺はちょっとどうもゲセねえんだよな。それなんかツイッターとかで女の方だけてる、なんか女子高生かわいそうみたいな。出た出た。出ました山下って。出ました山下、堤下敦。山口くんに言ってほしいわ。堤下まずい？まずくないっしょ。草薙は全体で10メートル前転しただけなのに謹慎したぞ。まあ今考えたら草薙なんてめっちゃ可愛いもんだな。で、しかもあいつ今の今までお酒あれから一滴も飲んでねえんだぞ。もうそんなけなげなやつがいるか。で、今 YouTube でスーパーマリオワールドやってんだぞあいつは。けなげに。なん
ていいやつなんだあいつは。なんて純粋なやつになっちまったんだあいつは。俺応援したいねあいつを、心の底から。コラボ狙ってんの？狙ってねえよ。あいつスーパーマリオワールドやってんの？やってるよ。で最近なんか再生数がちょっと落ちてきて気にしてた。シンゴちゃんとゴロちゃんとあのおにぎり30分以内にくだ食べるっていうクソくだらねえ動画を上げて、で最近数字落ちてるっていうくだらない動画でくだらないこと言ってた。あいつ YouTuber としては本当に3点だわマジで。本当面白くない。それ見た？あれクソつまんなかったよな。でも何も面白くない。なんか草薙剛の動画を見る楽しみって、多分だよ、あのこんなすげえ芸能人がクソ面白いことしてんなって逆にこう笑えてくるところが見どころだと思うんだよね俺は。じゃ今日俺ひどいこと言いまくってるな。何これ、ちょやめとこう、そろそろ。じゃあなんかこう山口くんの件でさ、なんかもうすごいなんかこう自分なんか違うなっていうの部分が結構あって、なんかいろいろちょっと鬱憤が溜まってました。しかも LINE でお母さんに山口くんみたいにならないでねってなんか心配されるし、何の心配なんだよあいつは。冤罪痴漢とかあるから気をつけてねって、そんなことするとは思ってないけど、万が一があるから言っとくわみたいな。いや万が一ってなんだよ。いや、あって何あ、やべ、今抜けたな。クソチキった今。学校の山口くんいじめられるだろうな。確かに絶対山口って小学生の子いじめられるでしょ。かわいそう。確かにね、それはありそう。確かに山口組もいじめられるの？ちょやめろそういうタブーな話題は。お前やめろ本当に。山口組はまずい。同姓同名も結構いそう。あーいそうね。モンキング倒せないんですが、ここでこう教えてください。あなたはマリオをやめてください。センスがありません。暴力団がバトラーの放送見てるってマジって。いや見てねえよ。かわいすぎるだろお前。ヤクザがマリオ64の RT 見てんの？かわいすぎるだろ。今日のバトルひどいって。いやひどくなっちゃうじゃん。仲いいからこそのな、このなんていうのあるじゃん、チャチャが、チャチャ入れがな、仲いいからこそのこのチャチャ入れがあるわけじゃないですか。分かってねえよみんな本当に。
仲いいからこそだろうが、このチャチャ入れはな。おい、全然最速的ね。最近面白いゲームある？最近？最近ね、スーパーマリオ64かバンドリーガールズバンドパーティーしかやってない俺。EUBG はやってない。ピアノだってゲームじゃないじゃん。今日枠の終わりにピアノの成果見せるからみんなに。あーもう最悪。ニンテンドラボ買わないの？だからね、そのニンテンドラボっていうのが俺よく分かってないんだけど、なんで急に始めたん？ピアノ始めたんって。クルル先生がピアノやってるって知ったから、クルル先生好きすぎてちょっとピアノ始めたわ。どういうことだよ。自宅に誘ってそうって、もうだって明日だって来るもん。明日来いよっつって。明日うち来いよっつって。あの一枚いらんかったんちゃうんか。いるわバカ。あのツルペタもうやめろ本当にそういう悪口言うの。はお前胸とか関係ねえから、お前心だから。あの人は胸にない分さ、心にいっぱい詰まってんだよ、いろんな何かが。あいつには雑ってでもほんとクルル先生いい人だからね。こんななんかジョーク言ってるけど、あの人ほんといい人だからマジで。本当にだからみんなには悪口言わないでほしい。俺はこれまとも真面目に、俺はなんかこうね、あのこう冗談で言っちゃったりしてるけどね。お前らは言うな、俺の女に手を出すな的な感じだ。俺は今日何を言ってるんだ本当に適当なことペラペラ喋りすぎじゃないか今日。テンションバグってるね。なんかこう平日ってさ、やっぱり誰なんかこう気兼ねなく話せないじゃん。やっぱ上司とかさ、しがらみがあるわけじゃん。やっぱり、まあ、同期とかはたまに話すけど、なんかこうやっぱはっちゃけちゃうよね。はっちゃけちゃう。お、女子のニーソずるすぎるよね、自然に目がいっちゃうかなって。そんなツイートしてないから。ちょっと捏造すんなよお前。お前本当に俺がおい、俺本当にお前俺が下みたいになるでしょそれ。やめろよお前そういうの。
やめろって本当に。してないってだから。え、もうマジ侵害なんだかこいつ。え、名誉毀損だわこいつ。名誉毀損で訴えようかな。もうなんでこれいつもの恒例なんだよこれ。 JK の制服かわいすぎる2011年11月25。いやそれはしたかもね。それはなんかした気がする。それはした気がするわ。え、でも別にいいじゃん。え、別に何が悪いのそれは。え、なにそれ、晒される意味が分かんないんだけど。別に何が悪いの。 JK の制服はかわいいじゃん。でもそれで一線越えたら犯罪になるわけで、別に可愛いと思う分には何も問題がないと思うんですけど。はい、論破。はい、論破。はい、論破しまーす。成獣バトラー。いや、じゃあみんな JK の制服見て可愛いと思わないの？それ男じゃねえぞ。思わん。はい、綺麗事出ました。もうほんと寒いわ。いらんいらんそういうの、いらんわそういうの。何これもう、いらんわそういうの。しょうもな、お前しょうもない人間成り下がっちまったな。もうなんだよこれ。失望したわ。ブン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 。バトラー3人4、3人4って何？いや、君に教える筋合いはないね。ちょっと待って。よし。うん、これ30秒はいっただろう。いや、てかあれだ、あれだな、多分ミップ損ねたし、これ1分ぐらいいってるかも。ピアノあれから練習した。まあぼちぼちやってるよ。やってまんかな。は？もう意味がわからん。やってまんかな。俺こう見たら昔めっちゃくせえツイートしてんな。いやでも昔だからこれは。とかでしょ。いやもうそれあるでしょそういうの。みんなも、は？意味がわからん。全然意味がわからん今の。え、意味がわからん。
意味がわからん。タイトル回収、はい、来た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 、うん、でも JK もうやめよ、本当に俺 JK とかまず興味ねえってから、本当に。2011年とか何年、7年前でしょ、俺もう16、7でしょ、そんな17、8でしょ、いいじゃん。でも全然 OK じゃん、俺もだってほぼ高校生じゃん俺も。は、いやいや、もうじゃあ高校生じゃん俺も。じゃあなんなら、なんならね、なんだお前ら、ほんまに全然普通じゃん。やめろ俺の昔のツイート掘り起こしてくんの、お前らにぐらい黒歴史だってあるだろ。もうふざけんなよお前、そうやって人の、やめろよそういうの、いけないぞそういうの、そうやって人の黒歴史晒して楽しいのか。悪いわー、悪いわー朝から JK の足を見て幸せを感じる男、2016年7月14日。ちょっとそれダメだね、それ2年前じゃん。ダメだし、それ。ダメでしょ、それ。ダメでしょ。これはメンバー？これはメンバーだわ。これはメンバー案件。これはメンバー案件。これダメでしょ。これはメンバー案件だわ。もうやめろ本当に、もういいよ、もうもういいよ本当に、もういい、もういい、もう本当にもう分かった分かった、みんなありがとうございました、分かったよ、俺が悪かったよ、もうやめよう、この話、こんな話やめて丸山の話しようぜ、世界一可愛いと言われている。股間のジップは閉まりませんでしたね。ちょっとうまいな、ちょっとうまいわ、ちょっとうまい、お前大喜利出てこいよ、うん、座布団、座布団、それもう10枚レベルでしょ。はあ、2次元最高、3次元とかくだんねえわ、2016年7月25日。俺それ何を見てやったんだろう、何を見てツイートしたんだろう、なんかそれした記憶はある、何を見てツイートしたんだそれ。3次元がくだらねえと思うほどの2次元に出会ったってことでしょ、なんだろう、2016年、なんだろう、クラナド？いや、クラナドではないと思う、2016年だから。なんだろう、2016年、え、これちょっと気になるわ、リゼロ？リゼロ？
リゼロでそんなこと言うかな。アンハピか？あ、アンハピか？わからん、忘れたわ。本当に忘れた、わからん。謎。うん。JK 痴漢しちゃったらしてねえよ。お前本当にやめろ。お前やめろ、捏造だけは。本当にやめて。お前本当にこれでアリーナのみんなに俺がしちゃう。もうやめろ。本当に。本当にやったと思われるだろ。ちょ、お前マジでやめろそういうの。え、ちょ、これフリじゃねえからな。もうそういう捏造だけはやめろ本当に。じゃマジでやめろお前。お前面白が、お前やめろ本当に。JK のおっぱい背中に当たってるんだが何これって。 JC なそれ。それは JC な、昔の俺。 JC な。ちょやめ、本当にやめよ、もう本当にもうやめよ、本当にもうやめよ、この話もう、もういいよ。丸山の話よ、丸山、丸山あやの話。しょうもねえ三次元の女、丸山あやの話よ。風つらすぎる、看病してくれる女の子欲しいって、別に何もおかしくないじゃん。弱ってる時にね、看病してくれる子が、あ、やばい、欲しいのはみんなも一緒でしょうか。一緒でしょうか。お前ら本当になんだ、俺のツイート遡ってんのずっと。キモいキモい、やめろ本当に。確定誰出たの、リンリン。いや、お前パワープロ買わなくていいのか。ちょっと今マリオがやりたいんで、ちょっとパワープロはまた今度かな。マリちゃんやりたいんで。バトラタクシーはも女の子漏れなく無料でどんな距離でも運び出します。ちょっとこれなんかした気がするな。え、これ待って。そうでしょ、これ俺やったのかな。え、待って、これ俺なんかした気がすんだわ。なんか俺した気がするの、ちょっと怖い。え、ちょっと待って、これ本当なのかな。バトラタクシーは女の子無料でお運びしますって。ちょっとこれやばいな、このツイート。なんだこれ、ちょマジ意味わかんなすぎるでしょ。2012年だから6年前でしょ。でまだ20歳いってないじゃん。もうこれしょうもねえこともツイートするわけよ。AV のタイトルかよって。ちょっとなんかしてそうだわそれ。え、2016年嘘でしょ。え、本当に。ちょっと面白いな俺。面白くない？バトラタクシーかっこおんぶは女の子を無料でお運びします。ちょっと面白いな俺。面白い俺。なんでそんなあれをしたのかわかんないけど、多分なんかあった、やべ、なんかあったんだろうな。急にそんなことツイートしださないだろ。だって多分酔ってたんだろう。多分酔ってたんだわ。ちょっと面白いなそれ。バトラなかなかクレイジーじゃない？もう今丸くなっちまったな俺も。ツイートすらしねえもんだって最近。
俺も丸くなっちまったよ。酔ってたがいい、酔ってたが一、酔ってたの言い訳が一緒。山口メンバーとだって酔って事実だしな。それは山口くんも俺も事実だから、事実を言っただけで別にね、言い訳じゃないから。バトルオフィスあっていつもに復帰してたの。お、どうも久しぶりぜ。2012年以来ぜ。もしかしてちゃんと元気に働いてますよ今。おひさ、どうも。ゆっくりしていってね。カレー食ったってコントローラー触らないで。いや、触ってないよ。去年の11月からマリオやらなくなった。え、そんな前から俺やってない？本当に？俺何してた？それまで、それ以降全く記憶がないんだが。記憶が抜け落ちてる。半年の何もしなかった。いや FF はしたけどさ、そんな。あ、嘘。そうでしょこれ。お前てめえふざけんなよ。ベン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 。年明け1ヶ月放送しない。あ、そうなの。何やってんだろう俺。通せね普通に。あの普通にもう世界狙いした方がいい気がしてきた。もうなんかもう通す通すって思ってたらもうダメだわ逆に。ラスアス2出たら買う、買うよ。まあ、まだまだだろうけど。パワープロはまあまた今度かな。ベン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 ベレンベンベンベレンベンベンベレンベン。俺マジで DT かもしれん。2016年5月26日何があったんだろう俺。俺マジで DT かもしれん。もう何があったんだろう俺。なんか俺チキったのかな。ちょっと立ち見 D でマユシーが湧いてんだけど、さっきからもうもう突っ込んもう俺拾ってねえんだからお前分かれよお前。もう何なんだよお前さっきから。もう立ち見 D にずっとマユシーがいるんだって。もう
それが今ではダル君でしょ、クリスちゃんでしょ、ルカちゃん、ススさん、モエカさん、フェイルスちゃん、ブラウン店長、ナエちゃん、もう大丈夫だよねって。大丈夫だよお前、もう大丈夫だお前は、何の心配もいらん、大丈夫だお前、大丈夫だぞマヨシ、もうお前何も心配することはねえ、お前には仲間がいる、何も心配するな。立ち見 D にハンバーグ師匠が現れた。この前ハンバーグととんかつメンチカツで芝居をした。とんかつとメンチカツは緊張してどうしていいか芝居ができなかった。ハンバーグだけはいつも通りナチュラルでいい芝居ができた。なぜかって、そうハンバーグだけ上がってない、かっこ上がってないか。おいハンバーグ、いつまでふらふらしてるんだい、そろそろ仕事に就いたらどうだ、あんたハンバーグだろ、そう定食、定かっこ定食にね。もう何が面白いんだよこれ、ハンバーグ。何なんだよこいつは、何なんだこいつは。立ち見 D を吉本の劇場にすんな。はい、ということで立ち見 A にもね、若林さんがウィースキーをですってね、いつも通りコメントしております。しかも NG が増えてますね、多分嫌われてるんでしょう。なんなんだこいつら本当に。でも俺嬉しいよ、みんなが昔のギラギラした気持ちを思い出してくれていいね。あの手越とかいた頃が懐かしいね、手越とかさ、レトさんとか、あの頃のみんなに戻ってくれて俺嬉しいよ。加納栄光とかさ、銀ギラ銀にさりげなく、リセ祭りやで、これがこれがリセ祭りや。普通にマリオ雑談とかにすればよかったもん。紹介行けないですか、ちょっと明日ちょっとね予定があるんです、すいません、ちょっと行きたかったんですけどね、前島アミに見たかったんだけど、ちょっと明日行けなくなっちゃって、いや女じゃなくて、眠りになっちゃった。予定あるアピほんと嫌いって。だってありますからね実際ね、はい。大体でも感覚は持ってきたマリオの、まあ、あとは通せるか通せないかなんだけど。まあね、こういうことがねあるんですよ。もうバカなんじゃないの？はい、はい。ダメだ。もっと練習しないとダメや、これ。銀ギラ銀にさりげなく、さりげなく。
暑い。来た瞬間にリセした？リセしたぜ。したったわ。したったわ。ピアノ、あ、ピアノ弾いてみていい？ちょっとあれだけど、全然上達してないけど、ちょっと弾いてみるわ。じゃあ、いくぞ。聞こえる？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 全然うまくないけど。ここまでしか弾けない。これまでしか弾けない。今はここまで。これ今はここまで。左手はまだ弾けてない。集中してるっしょ？やってるんすよ。マリオより上手いじゃなくて。よいしょ。うん。あとは左手を添えればちゃんと曲になる気がする。いや、将棋関東者って両手するのむずい。まあそこなんだよね。いや、マリオやってなくてさ、やってるよ、やってるやってる。いや、マリオやってるから。結構やってるっしょ俺。そう、左手入れると途端に難しくなるからね。そうだから、こっからが肝なんだよ。ピアノの方が世界に近いね、確かに。ちょ、もう一回やろっかな。ちょ、明日朝早いんだよね、でも。It's me, Mario. バラ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 。ピアノ終わり。うん、ピアノは別に枠内でいいかなと思い出して、練習は。なんか俺ほんと無言でやっちゃうから、だからちょっと枠外でちょろちょろやってるわ、寝る前とかに。ちょっとマジでリセしねえ、もうもう絶対リセしねえ。クルー先生に指導受けるかい？まあそれはね、今度開催したいと思います。まだね。LBJ 失敗しても AAA。
しゃー来た俺の時間がバトタイムが来たぜあやべアミタイムならぬバトタイムあれあれあれ待ってタイマーがタイマーがえマユシーの海中止まっちゃったちょっとみんなマユシーの海中止まっちゃったえこれでいいかな映ってるマジでもう普通に行くわ普通に普通に行こう普通にだからもうやめようなんかこうテンション上がった喋りとかやめようもうなんかもう普通にオタクみたいななんかもうこんにちはみたいなもうこういうなんかもうこうもうねもうなんかもうついていこうもう下着で誰が一番好きうーんそうね誰だろうね誰だろう別に特になんかこれといった好きっていうのはいないんだよねえでもダルは好きだねダルはおかれ運動の後はコーラなる上皇まゆしまゆしすずはちょ今の俺すずはやばくないねえすずはやばくない俺のダルのすずはねえIKEA 同じだろっていや俺全然50キロですよもうデブ声出すのうまいんだよねデブのモノマネならできる気がする俺デブのモノマネできる説バトラーデブのモノマネできないやついない説デブじゃないし。クロちゃんやクロちゃんやクロちゃんクロちゃんです。パワーワー。いや、ウキョチって。いらっしゃい。ドラえもんやって、のび太くん。おお。のび太さん。アオベやって、アオベちゃんずー。尺回数でこさーほら安売りしないから安い静かじゃ変だったのび太のび太のび太さーのび太のび太さーわかんダメだもう静かじゃ引退静かじゃ引退案件ウソップやってってロビアロビアなんて誰ちょっとちょっと
っとーみたいな、あれだよね、銀玉だよね、ちょっとーみたいな。ちょっと違うんですけどーみたいな。わかんないよ銀さん、俺銀さんわかんない。平次やって、おい工藤、西の高校でサンセアサンサちょ全然カミカミや、もうやました山下。普通にリセしとこ。It's me, Mario. ゾロの感謝するやって、あれゾロは無理だよ、声は無理。声は無理や。こう思ったら俺モノマネ意外と結構豊富だよな。結構結構豊富だよね。エースやってエースの声がわかんねえ俺は。女の子にそれ受けいいって、女の子にモノマネを披露したことがないよ俺は。で俺のモノマネやべえモノマネしかないもん。取り消せよって。女のいい人に受けいいこと教えてください。俺が教えてほしいねそれ。女の子に受けいいのって何？ピアノって絶対受けいいよね。俺来たわ、ピアノを極めていくわ。ピアノできる男とかちょっとグッとくるんじゃないの。はこんなピアノ弾けんのみたいな。バンドリ？ちょお前ふざけんなよ。陣内智則と藤原紀香の結婚式がグッとくる。いや来るよねあれ。あれ陣内ピアノ弾いてたよね確か。えじゃあ俺もピアノ、あ決めた、俺も結婚式でピアノ弾こう。いや決めたわ今。あ決めた今、結婚式でピアノ、あいいねそれ。いや離婚フラグでも陣内ふざけんなよお前のせいで。なんかピアノ弾いたら離婚するみたいなフラグ立ってんじゃねえか。いや結婚式マリオ6のエンディングは弾かねえよ。でん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 、なんか終わるみたいじゃん俺たちの結婚生活。今から始まんのにさ終わるみたいじゃん。やだ、そこはなんかこう福山雅治のなんかこうで家族になろうよみたいなこう定番のやつ弾くわけよね。千の風似た曲じゃんエンディングと。オデッセイ弾けよ。てー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 って、あそれいいね。オデッセイ
レディーゴーちょよ、まあまあまあ、あれ、まあ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 、マリオ64のエンディングよりかマシだね。てんてんてん、レディーゴー。この未来を占う女神がキスをした。世界の数ほどなんだっけ、愛を歌えばジャンプして、そうイエーイ、ドゥ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 、一緒に夢を見て、さあ恋をして、腕振って歩けば、ちょっと良くない歌詞。こぼれ落ちてゆく涙の先にもワンナップ叶うよ。え、ちょっと良くない結婚式にこれ。いや、音痴すぎるって。そこはちょっとまあボイトレでさカバーしていただいて。ワンナップ腐って、いやだから結婚して俺たちの俺たち家族に一つになるからワンナップするみたいな、一人増えるみたいな、俺の家族が、だからワン、そうなんかワンナップみたいな。オデッシー、イエッシー。ちょっと聞いてみようぜ、結婚式にふさわしい曲か。オデッシー、イエッシー、オデッシー、オデッシー。誰か貼って、日本語版のジャンプアップスーパースター。え、マジで？おい！小さい？よくない？なんか違うな。世界の話になっちゃった。これやったら自己満っぽくなっちゃうな。じゃあ何、結婚式でいいピアノ弾いたらいいピアノって何？教えてよ、みんな。
歌付きで弾けるやつ。これ弾け。どういうこと？どういうこと？俺これ弾くの？何が始まるんだよ今から。何が始まるんだよこれ。暴れるか。何で暴れんだよ俺は。結婚して よし。いや、ベッドでじゃなくて。これはどうって。ちょっと待って。もう出たよ。ほほうじゃねえんだよ、お前。何これ。愛、え、これ何。時に美しく、時に人を狂わせ、君と過ごしたいくつもの夜、まぶたを閉じれば何これ色褪せない思い出が今も鮮明に蘇る。しかし、あの頃の君はもうこれ何あるのは、君が残してくれたぬくもりと香りだけだ。シンシン、マイマイマイなんだこんななんか音ゲーみたいな俺。おい、これはまずい、これはまずい。これ練習したんだろうな。最高の歌だな。共に感じ、共に選び、共に
やばこの歌めっちゃいい歌詞だな。これ結婚式合いそう。いや終わっ、ちょっとまあ、あなんかし終わりそうだよ。なんかこれ弾けたらかっこいい。何これ、全然結婚式じゃないじゃん。絶対無理だし、しかもこんなんやばっ、手の動き。はやべえ、わかった。俺マリオ64のエンディング弾けるようになったらジャンプアップスーパースター次聞いて練習して次これいくわ最終関門。え無理無理団子大家族にしとけ。わかった、じゃこれはやめとくわ。えこんそんな無理なんだ、それこっちの方が合う。本当？宣言した時点で半笑いだったじゃねえかお前って。ちょっとなんかこう、なんかもっとこう、なんかこう、なんていうの、グッとくるような感じがいいな。なんかこう、コンクールみたいな感じじゃなくて、なんかこうもう味がある、味が出るような。え、これ死ぬ、ちょっと待って、や、ダメだよこれは。これダメでしょ。いや、これ。歌詞聞いてみよう。俺歌詞まともに聞いてなかったから。たどる空のどこか遠く、うん、いや、犠牲とか。高潔の光。いいぞ。
もういいぞ。お？いいぞ。なんか違うな。なんか戦場に行くみたいな曲じゃん。なんか俺たち、結婚、結婚したらもう戻れないみたいな。なんかもう、後戻りできないぞみたいな。なんかこう、やだよ、なんか。やだよ、これ。これ俺が弾くの？俺が弾くのは違くない？これ俺が弾くのが若林選曲ですもん。こいつの選曲若林聞いてやるか。しょうがねえな。若林のおすすめだってしょうがねえな。お前普通にいいチョイスしてんじゃねえよお前。やべ、これいいね。これいいわ。これそんな難しそうじゃないし。これ良くない？これしかない。よいしょ。普通にいいせいすんなって。何これ。すごっ。コスパレじゃん。うまー、やば。ディドディド名前教えてよ。君は知ってる。シュワシュワドリドリミイ。
楽しい、うんうん。シュワドリドリーミン、終わりよ、知らん、疲れた。シュワシュワドリドリーミン、ダメだ、全然通せねえ、やばいわ、ダメだ、ピアノ練習して寝よ。じゃあみんなバイバイ、ピアノ俺は練習してくるよ、練習しながら寝るよ。シュワシュワジョリジョリミン、イエイ、ディ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 君が泣くの、ま、なこれカッコつけてるよな、ひまわりの約束がちょっとカッコつけてるわ、結婚式だったらもっと泥臭い曲がいい、これカッコつけてるわ。悲しむから辛いのかどっちかわからなくなるよ、ガラクタだったはずの今日が、これ俺カラオケでバイトした時もう永遠流れてたからすっごいもう印象残ってる、これ一生流れてたわ。うわすごっ、ピアノちょっと頑張ろう。君さ元気を出して、アンパンマンは君さ力の限りほら煌めくよ、君は優しい色さ。これさ、不思議な薬にめっちゃ似てない？俺ずっと思ったんだけど、不思議な薬飲まされてんと、めっちゃ似てないか？
結婚式で弾くスーパーマリオって何？あ、すげえ。ピアノ屋とこれずっと弾いててもらおう。マリオの BGM とか。やと。これで入場すんな。これで入場すんな。そうでしょ。そうでしょ、それはねえわ。俺のファイナルセリフやてててててててドゥ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 。不穏すぎるよ、不穏すぎるよ。なんとかできないか。なんでピアノロマンチストだからで、俺はすげえ。これで練習してどうすんの俺。無理でしょこれ。終わるわ。ピアノ練習しながら寝ますわ。私はちょっとマリオダメだな、全然通せない。ちょっとダメだ。どうしよう。ちょっと自信を喪失してきた。あんなに練習したのに。秋葉と並走しないか。え、秋葉やってんの今。なんか1時間半しかやってない。まあ、あ、フォートナイトやってんの。フォートナイト、あいつ PUBG 裏切りやがった。あいつマジで。裏切りやがって。
お前もやってねえじゃねえかって。俺はやってるよたまに。嘘いや違うじゃん。まあね、そうね、確かに。やることねえな。あーちょっとマリオダメだなこれ。ちょっとこれどうしよう。引いてくれ。引くわ。ここまで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 やここまでや。左手ね、左手もね、ちょっと待って、ここならできるんだけどね。こんな感じだね。あ、譜面見てないよ今一切。今一切譜面見てない。こんな感じか。むずい、むずいわ。
とこっち行きたいんだよね。こっち行きたいんだよね。右練習して左練習して合わせる。ああ、左だけ練習するってこと？あ、そういうこと？てん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 、そういうことね。はい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 、オッケー。じゃあこれ練習しとくわ今日。お疲れみんな、バイバイ。また明日早いので、とりあえずベッドに入りながら私はピアノを弾きます。なんというなんというできる男感。じゃあなみんな、バイバイ。